自転車乗車中のヘルメットの着用が義務となりました。4月1日から自転車乗車中のヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車事故で亡くなる方の約7割が頭部に致命傷を負っており、またヘルメットを着用しないと致死率が約 2.2 倍高くなるというデータがあります。自分の身を守れるのは自分です。自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。なお、道路交通法の改正に合わせ、ヘルメットの着用義務化などを盛り込んだ時川町自転車の安全な利用に関する条例を改正しました。保険も義務化されています。近年、自転車事故による高額賠償事例が全国各地で散見されています。自転車損害保険等の加入は義務です。自転車に乗る方は自転車賠償保険等に加入しましょう。問い合わせ、総務課電話 65-0401。 春の全国交通安全運動、実施期間5月11日木曜から20日土曜までの10日間。スローガン、人も車も自転車も安心安全埼玉県。問い合わせ総務課電話 65-0401。 運転免許証を返納した高齢者に定期券購入費用を補助します。4月1日から運転免許証を自主的に返納された70歳以上の方を対象に、路線バス、乗り合いタクシーの定期券の購入費用の1ヶ月分を補助します。内閣府のデータによると、10万人あたりに換算して、75歳以上の死亡事故件数は、75歳未満の死亡事故件数と比較して2倍以上になります。75歳を迎える前に運転免許証を返納し、公共交通機関の利用に切り替えてみてはいかがでしょうか。対象、4月1日以降に運転免許証を返納した町内在住の70歳以上の方。補助額、路線バス定期券購入費用上限2500円、乗り合いタクシー定期券購入費用上限2500円、またはその両方の購入費用各2500円、なお1人1回限りです。申請の手順は、警察で運転免許証自主返納、取消通知書受領、定期券購入、役場へ申請書提出、そして補助金受領となります。必要書類、申請書、取消通知書の写し、購入した定期券の写し、口座番号のわかるもの。問い合わせ、総務課、電話 65-0401。 アルカリ性ナトリウム塩化物冷光線、ほかほかすべすべ、源泉時の湯温泉スタンド。ご家庭で本格的な温泉を気軽に楽しめます。営業時間9時から17時、毎週水曜日が定休日です。利用方法、20リットル200円、50円単位で販売、お釣りは出ません。容器をご持参ください。浴槽200リットルにつき、20リットルが目安です。注意、入浴後、鉄製品等は水洗いしてください。また、温泉の飲用はできません。衛生管理のため、塩素滅菌を行っています。所在地、時川町大和座大月870番地3、桃の木地区八幡神社から大月方面へ約800メートル。問い合わせ、時川町役場商工観光課
電話直通 65-1584 家族相談支援センターの相談業務をご利用ください。困りごと迷惑相談、町の専門相談員、消費生活相談、消費生活相談員、町の専門相談員、教育相談、町の教育相談員、行政相談、行政相談委員、住民法律相談、町の顧問弁護士、行政書士相談、埼玉県行政書士会東松山支部会員、人権相談、町の人権擁護委員、心の相談、精神保健福祉士。相談は無料です。ご相談は時川町の住民の方に限ります。相談日等は広報時川の広報カレンダー暮らしの情報でもお知らせしています。会場家族相談支援センター時川町大和玉川2515番地生き生き活動センター内。問い合わせ家族相談支援センター電話 66-0222。 民生委員に平田千鶴子さんが就任。民生委員は地域住民の身近な相談相手であるとともに支援へのつなぎ役です。生活上の相談に乗り、行政や福祉サービスの情報提供や課題を解決するための支援を行います。また高齢者や障害者世帯の見守りや安否確認等も行っています。平田千鶴子さんは4月1日から国井平地区の民生委員として活動しています。問い合わせ福祉課電話 65-0813。 平田千鶴子さんの写真が載っています。時川スモールチェンジプラン第1期後期計画を策定しました。町では平成29年度に健康増進食育推進計画スモールチェンジプランを策定し、基本目標である健康寿命の延伸に向けてさまざまな施策を展開してきました。策定から5年が経過し、中間評価としてこれまでの取り組みの評価と課題の把握を行うとともに、社会情勢の変化などを踏まえ、時川町健康増進食育推進計画に自殺対策計画及び歯科口腔保健推進計画を内包した時川スモールチェンジプラン第1期後期計画を策定しました。本計画の基本理念、わずかなことから始めよう、スモールチェンジで健康長寿のまちづくりを実現するために、皆様が健康づくりに取り組むことができるよう、今後も各施策を一層推し進めていきます。計画の全文は町ホームページまたは保健センターでご覧いただけます。問い合わせ保健センター 65-1010。 グラフ時川。写真で時川の今をお伝えするグラフ時川。珍しい情報や写真は電話 65-0401 広報担当までお寄せください。義軍駅伝競争大会で時川町が優勝。2月19日日曜に嵐山町総合運動公園周辺で第39回引き軍駅伝競争大会が開催されました。4年ぶりの開催となる今回は引き軍内の8町村から13チームが出場し、時川町 A チームが優勝、時川町 B チームも8位入賞と素晴らしい成績を残しました。時川町のチームが本大会で優勝するのは
平成25年度の第30回大会以来2度目のことです。選手の皆さん、本当におめでとうございます。晴れやかな選手の皆さんの写真が載っています。統一防災訓練体験レポート、表彰式を行いました。昨年9月4日に実施した時川町統一防災訓練では、30分間の停電訓練を行った体験レポートを募集しました。応募いただいた112名の中で、特に参考になったレポートを作成した畑明さん、野中紗恵さんが表彰されました。自動点灯器具やモバイルバッテリー、発電機の動作確認、車中泊を体験してみての気づきなど、より具体的な訓練内容で実際の停電時に活かせる内容であったことが評価されました。畑さんは、お互いの訓練内容を共に共有し、時川町の防災力の強化につながればとの思いからレポート作成をされ、野中さんは姉と一緒に車中泊体験をしてみて、車内の温度の暑さや虫の多さに戸惑ったとの感想をいただきました。引き続き防災意識の向上と時川町防災訓練へのご協力をお願いします。表彰状を手にした畑明さん、野中紗恵さんと渡辺町長の写真が載っています。町内わら細工職人が制作したわらの馬、時川公民館で展示。果実の萩日吉神社のやぶさめと同日に開催されたアートイベント、アートギアのために、田中市内在勤のわら細工職人柿沼千里さんが、わらを材料に馬を制作しました。馬はアート木川店で展示されましたが、当日だけではもったいないので、時川公民館に期間限定で展示させていただくことになりました。馬だけでなく、柿沼さんが過去に制作したわら細工作品の写真も展示しています。木質化された館内に、わらの温かみが調和して、来館者からも好評です。お近くにお立ち寄りの際にはぜひご覧ください。時川公民館の展示の様子が載っています。アイクハインが表彰されました。2月6日月曜に開催された第55回埼玉県母子アイクの集いにおいて、田黒地区の落合千恵美さんが母子アイク会埼玉県支部長表彰を受けられ、受賞者代表で謝辞を述べました。この表彰はアイク班員として長きにわたりアイク班活動に尽力され、その功績が認められたものです。おめでとうございました。謝辞を述べる落合さんの写真が載っています。小学生が自ら防災無線で呼びかけ、見守りのお願い、児童が下校する時間に流れる見守り放送は、日頃から見守り活動をしていただいている地域の皆様に感謝の意を込めて、小学生自身の声で放送しています。今回は玉川小学校の児童に録音していただきました。録音した白井花さん6年生は、緊張したけどいろんな人が励ましてくれたおかげでうまくできました、忘れられない思い出になりましたとの感想を寄せてくれました。白井さんによる放送は4月末まで放送されます。録音してくれた白井さんの写真が2枚載っています。ここまでの担当は戸賀氏でした。インフォメーション、暮らしの情報、子育て、
多摩川子育て支援センター電話 65-5201。 お出かけが気持ちいい季節になりましたね。多摩川子育て支援センターは子どもの遊びや親同士の交流、子育ての相談の場です。平日9時から12時、13時から16時に利用できます。ニコニコ広場、手遊びや絵本の読み聞かせ、小さな子向けの遊びを行います。ゆったりとした時間を一緒に過ごしませんか？初めての方もぜひ気軽に遊びに来てくださいね。5月11日、18日、25日、6月1日、いずれも木曜、10時15分から11時15分。保健センター、電話 65-1010、よちよち広場、3ヶ月から1歳6ヶ月までを対象に、ふれあい遊び等を行います。中止の場合は町ホームページでご案内します。5月17日水曜、受付10時から10時30分。時川公民館2階、スタッフ、保育士、保健師。平保育園、電話 67-0446。毎週水曜の10時から11時30分。未就園児の親子を対象に園庭開放しています。トトロの会、未就園児親子。5月のトトロの会はお休みです。子育て支援センター時川、電話 65-2655。 新緑が眩しい季節となりました。子育て支援センターも新しい企画をご紹介します。ところで、私たちの町に音楽家が多くいることはご存知ですか？その一人である笛奏者上松陽子さんの企画が音遊び歌遊びです。いよいよ5月から始まります。お子さんと一緒に音や歌のあふれる時間を楽しんでみませんか？見学も自由です。検索は花園保育園子育て支援センター。園内広場予約制。金曜ポラン広場お話し会おやつの試食。5月12日。エプロンシアター5月19日。綱遊び5月26日。ベビーポラン予約制、赤ちゃんとの触れ合い遊び、兄弟姉妹の参加も OK です。妊婦さんもお越しください。5月9日火曜、園外広場予約制、お山の広場わらべ歌、5月2日火曜、建具会館2階触れ合いリトミック、5月16日火曜、時川公民館3階講座室、音遊び歌遊び、5月30日火曜、多摩川公民館2階講堂。土曜オープン予約制、当日予約か、9時からセンターと東園庭を開放しています。スタッフがお待ちしています。5月13日27日、いずれも土曜。保健センター、電話 65-1010。乳幼児健康審査1、4ヶ月時、令和4年12月から令和5年1月生まれ。2、10ヶ月時、令和4年6月から7月生まれ。5月25日木曜、受付時間は送付される通知でご確認ください。時川公民館2階、母子健康手帳、送付した問診票が必要です。救急電話相談#7119。急な病気や怪我に関して看護師の相談員が医療機関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、判断に迷った時はお気軽にお電話ください。電話#7119、または048-824-4199。 毎日24時間対応。従来と同様に次の番号にも電話をかけられます。小児救急電話相談#8000、または048-833-7911。トキフィット栄養運動個別相談会、町内在住在勤の20歳以上の方を対象に、インボディ測定、管理栄養士、健康運動指導士による個別相談を行います。
保健センターへ事前予約が必要です。先着12名、予約状況により新規の方を優先する場合があります。なお、ペースメーカー装着の方はインボディ測定の利用ができず、相談のみとなります。5月10日水曜、6月14日水曜、9時30分から12時、1人15分程度、月に1回程度実施予定。場所は生き生き活動センター、生き医師会在宅医療連携拠点。寝たきりで通院できないので往診医を紹介してほしい、退院してくる母の自宅での医療的ケアが心配など、自宅での医療療養でお悩みの時は、どなたでも無料で看護師資格を持つ職員に相談できる機関です。電話 81-5563、 月曜から金曜9時から17時、祝日等を除きます。木地区子ども夜間救急センター、診療日月曜から金曜日20時から、休日祝日年末年始を除く。受付19時30分から22時、事前に電話相談の上 LINE してください。ところ東松山医師会病院内、電話 22-2822、 対象原則として満15歳以下の子ども。日曜日に診察している診療所、辻保順院内科小児科、9時から12時、電話 23-9045、 横山内科循環器科院、内科心臓内科循環器内科、9時から12時、24-3225、いちごクリニック内科小児科胃腸科アレルギー科、新刊と5年以上受診歴なしの方は受付していません。9時から12時、15時から16時30分、36-1115、中澤院内科小児科皮膚科、8時30分から12時、22-0710、樺沢内科院内科循環器内科呼吸器内科小児科、9時から12時、23-5813、柳沢院内科胃腸科肝臓内科、135週のみです。9時から12時、72-0024、新井眼科クリニック眼科、9時から12時、15時から18時、74-1711、木下院内科外科小児科、9時から12時、15時から18時、72-0375、田畑小児科、小児科、アレルギー科、内科、8時45分から12時、54-8822、なお、臨時休診の場合がありますので、事前に電話で相談の上受診してください。相談、保健センター、電話 65-1010、乳幼児相談、身体計測、育児相談、栄養相談、母乳相談、妊婦相談。5月10日水曜、受付10時から11時、時川公民館2階、母子健康手帳、バスタオルを用意してください。スタッフ、保健師、栄養士、看護師、助産師。健康相談、事前に予約が必要ですが、緊急の場合はいつでも応じます。電話での相談も受け付けています。平日8時30分から17時、相談員、保健師。心の相談、事前予約が必要です。5月16日、23日、30日、いずれも火曜、10時から15時。相談員、精神保健福祉士。時川公民館2階、個別リハビリ相談、事前予約が必要です。希望によりご自宅への訪問を行うこともできます。5月18日木曜、13時30分から16時、保健センター、相談員、理学療法士、保健師。家族相談支援センター、電話 66-0222、場所は生き生き活動センター、多摩川2号1号です。
まずは電話による相談をお願いします。困りごと迷惑相談、平日月曜火曜木曜8時30分から16時30分相談員町専門相談員。消費生活相談、平日月曜火曜木曜金曜8時30分から16時。相談員消費生活相談員町専門相談員。教育相談、平日水曜9時から17時。相談員町教育相談員。行政相談、電話での相談も受け付けています。5月9日火曜13時30分から16時。相談員行政相談委員。行政書士相談、事前予約が必要です。5月15日月曜10時から12時。相談員埼玉県行政書士会東松山支部。住民法律相談、事前予約が必要です。1週間前までにお申し込みください。5月19日金曜13時30分から16時。相談員町顧問弁護士。人権相談、6月1日木曜10時から15時。相談員人権擁護委員。防犯、小川警察署、電話 74-0110。 地域安全情報、小川警察署から町内の犯罪発生状況をお知らせします。令和5年3月1日から3月31日。件数2件、前年比プラスマイナス0件。累計10件、前年比プラス3件、暫定値です。主な内容、部品狙い1件、その他1件。高額現金の自宅保管は危険です。自宅に現金を保管していると、オレオレ詐欺、アポ電強盗、空き巣などの犯罪に遭う可能性があります。高額の現金は自宅に保管せず、金融機関に預けるなどしてください。電話で資産状況を聞き出す手口もあります。電話でお金の話が出たら詐欺。環境、農林環境課、電話 65-0814。 ゴミの減量課、3月分の可燃・不燃ごみの収集量をお知らせします。可燃ごみ 115,880kg、 前年同月比増減 17,710kg 減。不燃ごみ 12,780kg、 5,310kg 減。合計 128,660kg、 23,020kg 減。一人一日あたり排出量 394g、 62g 減。目標、一人一日 50g のゴミの減量を。小さな積み重ねが大きな効果につながります。生ゴミの水切りを徹底しましょう。生ゴミは約 80% が水分。捨てる前に一絞り。紙類は資源回収へ。小さな紙でも資源になります。一人一日あたりのゴミ排出量の目標値は 437g です。今月はマイナス 43g で目標を達成しました。ゴミの資源化、3月分の資源回収実績、ステーション回収をお知らせします。紙類は雑紙、段ボール、新聞、雑誌、紙パックの合計。町の収入になるもの、資源回収、紙類 23,690kg、 前年同月比増減 245kg 減。衣類 3,850kg、 25kg 増。アルミ缶 1,125kg、 51kg 減。資源物売却収入 34,945円、43,526円減。皆様のご協力により3月は以上の収入がありました。ペットボトルは潰して出しましょう。資源回収は地域のゴミステーションに出しましょう。図書館、5月のお話し会、
絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします。町立図書館絵本コーナーエプロンさんのお話し会0歳から5月16日火曜10時から、職員によるお話し会0歳から5歳5月20日土曜10時30分から、お話の会タンポポによるお話の森5歳から小学生5月27日土曜14時から、時川公民館図書室木質化コーナー職員によるお話し会5月6日土曜10時30分から、お話の会タンポポによるお話し会5月13日土曜14時30分から、絵本アンパンマンエプロンシアター赤ずきんちゃん作って遊ぼうお楽しみ、おすすめ本図書館の担当者がセレクトしたおすすめの本をご紹介、お茶とお菓子、5月は新茶の季節です。お菓子を楽しみながら新茶を楽しんでみてはいかがですか。今月はお茶とお菓子に関する本を紹介します。お茶のすごい健康長寿力、栗原武史監修主婦の友社、あんこのお菓子金塚春子著マイナビ出版、日本茶の爽やかスイーツ本間節子著世界文化社、電子図書館ご案内引き広域電子図書館引き e ライブラリ、電子図書館では新着資料や暮らしに役立つ子どもの本おすすめなどのテーマを設けて紹介しています。ぜひご利用ください。新着図書アンのふむふむ、アン著猫さんが教える疲れリセット教室、卵山玉子著アー息子西原理恵子プラス母さんズ編、育てたい花がたくさん見つかる図鑑1000主婦の友社編、みんなの大好きなチョコレートのお菓子小黒君江著ほか、時川町に在住の方の利用登録、時川町立図書館または時川公民館図書室でお申し込みください。図書館利用カード、住所確認ができる証明書、運転免許証、マイナンバーカード等をお持ちください。図書館カレンダー、5月の閉館日をお知らせします。図書館、図書室の休館日は、1日を除く毎週月曜です。図書館の休館は、11、12、31日。図書室休館は、3日、4日、5日です。図書館カレンダーを終わります。町立図書館開館時間、火曜日金曜日から日曜日9時から17時、水曜日木曜日9時から18時、貸し出し冊数、期間1人図書雑誌を10冊、紙芝居を5点、ビデオ DVD を2点まで15日間借りられます。公民館図書室開館時間、火曜日から日曜日、9時から17時。貸し出し冊数、期間、一人図書、雑誌、紙芝居、CD 1点までをまとめて5冊まで、15日間借りられます。図書館、図書室が閉まっているときは、ブックポストをご利用ください。ビデオ、DVD、CD、紙芝居は壊れやすいので、カウンターへ返却をお願いします。町立図書館公民館図書室では除籍図書のリサイクル無料配布を行っています。ここまでの担当は山下でした。